皆さんこんにちは。右上げ TV のゆうちです。ジャナです。そして今回のスペシャルゲスト、赤井秀和です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回のテーマはお遍路ということで、はい、はい、徳島県南部にある四国88箇所霊場のうちの3つのお寺を回って行っているところなんですけれど、2024年は4年に一度の逆打ちの年ということで、四国88箇所を逆回りに回ることでいつか弘法大師さんとすれ違うことができるっていうこと、3倍のね、ご利益があるという、はい、そうなんですね、はい、ということで今回は前回の動画に引き続き22番札所のこの平等寺さんをお参りしていきたいと思います。はい、それではお参りやったね。よっしゃあ、どうもお参りです。ありがとうございます。少しだけ平等寺のご紹介差し上げたいと思います。本尊様見ていただきましたら、もう薬師如来様です。ああ左手に薬壺を持っとって人々の病を治すという仏様になっております。で、もともと弘法大師空海様が1200年前にここのお寺に来られた際、何もまだない状態の時にここで、井戸を掘って、で護摩行というね、こういうところで火を実際につけてお祈りする、修行をしようと思われたそうで、100日間ここにこもられたと言われています。でその時、僧侶というのは護摩の炎を見ながらここに仏様の姿を思い浮かべるんですけれども、その時に思い浮かんだお姿を木にお大師さんが実際に刻んで、安置したのがこの薬師如来様で、この左手から五色の線がずっと伸びておりまして、ずっと伸びてまして三門まで伸びてます。おお、三門に入ってきたところで、入ってきた三門にあったこの、はい、あれがお薬師さんとつながっている状態。もともと平等寺足腰にとても良い仏様薬師如来さんと言われてるんですけれども、うん、足腰悪い人階段登れないんで確かにそれで困ったらということで、この五色の幕を3本まで通してみたりですので、あそこまで、お越しいただいたらもうお薬師さんのお姿ちょうどあそこから見えますので、だいぶ遠いですけれども、 あれですね、はい、はいはいはい、駐車場からも多分見えると思います。はいはいはい、このお薬師さんのお姿を見ながら実際に縁を結んでもらって拝んでもらったら、足の悪い方でもあそこからでも拝めるということで、これさせてもらっているところです。
でそれに加えて、まあ、コロナ禍はさらにここに来れない人がおったので、ちょっとカメラを置かさせてもらって、今現在24時間ライブ配信で、このお役様のお姿を皆さんに拝んでもらっているという状態になっております。もう今はどうでしょうか、はい、そのライブ配信というのは、はい、見てらっしゃる方の数というのは、今一応 YouTube のチャンネル登録数は2万9500、たくさんの方がご覧になって、またさてご利益があるということで、本当にありがたいことでございます。住職、これは何なんですか？これはあの竹で作ったマンダラになります。マンダラ、マンダラ、はい、仏様がたくさん集まっている絵のことをマンダラと言うんですけれども、もともとこれを作ったのは新型感染症の犠牲者が世界中で非常に多いということもあって、何かできることないかなということを考えると、マンダラはそのこれを見るだけで仏様の知恵の優しい光をいただけるということなので、またパネルを配信を見ている人に送りまして、で穴を開けてみんなが送り返してきてくれると。でこの裏側には一枚一枚願い事が書かれています。それ、その書いた人の名前であったりとか、そうです、2800枚ありますね。すごい、これが皆さんの合作だということですね。そうなんですよ、全体としては新型感染症の供養のためなんですけれども、一枚一枚はそれぞれ皆さんの願いが込まれている状態です。この実は竹を使ったのは理由がありまして、はい、この平等寺のある新田野町というところはかつて竹の子の出荷量が日本一だった場所なんです。で現在でも竹林がたくさんあるんですけれども、これをなんとか有効活用できないかなみたいなことで、これ実際夜になるともっと綺麗にライトアップさせてもらいますん で後ろが電気を当てて、はい、いただきました。はい、無事に22番札所の平等寺を参拝し終えて、この農協町に御朱印をいただきました。はい、ありがとうございます。はい、赤井さん、この平等寺を参拝してみて、住職の話も、いや、もう何百年も続く歴史あるお寺の住職様からありがたいお話をいただきまして、そうですね、またまあ、ライブ配信とか新しいこともね、どんどんやってらっしゃる、素晴らしいなと思います。もっともっと多くの人に、まあ、このありがたさを、受け取ってもらいたいなと思います。はい、ありがとうございます。ジャンナさん、この平等寺参拝してみたけどどうでしたか？いや、ものすごく感動しましたんですね。そうですよね、また何回も何回も行きたいと思います。はい、ありがとうございます。セアラさんは？そうですね、私も今回住職の貴重な話を聞くことができて、すごい気持ちが現れるような気持ちになりました。はい、はい、ぜひとも皆さんもお参りに来てください。ください。赤井さん、ジャンナさん、次回がこのお遍路旅の最後になります。はい、はい、次回は21番札所の大龍寺に向かいます。はい、はい、次回もぜひぜひ見てねいやー、素晴らしい、素晴らしいもん見れた。客に触ってね朝からおいっかじっか、はい、竹のパネルにドリルで穴を開けて組み合わせたのがこの竹マンダラと。竹マンダラ、マンダラ、はい、あのマンダラ、マンダガンダラです、ね、あ、ガンダラです、失礼しました